はい、アフタートーク。今回は前回に引き続き DJ 高幸さんにご出演いただき、アフタートークをさせていただきますということで、お題何にするかなって話した結果というか考えた結果、なんか高幸さん DJ もさることながら、なんかフェスとか結構好きでいっぱい行ってるなっていうことで、フェスの面白さ語るタイムにしようかなと思って、オッケー、見ました。はい、なんかこの前はどこのウルトラだっけ、行ってた。この前は台湾のウルトラっすね。台湾か、いいな。なんか行った結果、なんだろうな、めっちゃ思い出に残ってることとか、すげえ良かったこととか、なんかエピソードとかあったりする？そうだね、まあ基本的に海外のフェスに行くことが多くて、で、まあ一番いいのは絶対日本じゃ知らないような DJ の人を知れたりだとか、うんうん、まあ、海外の人の乗り方を見れたりとか、で各 DJ もセットとかが若干違ってたりとかするんで、そういうのがやっぱ見れるっていうのが、まあ、楽しいっていうのと、まあ、ウルトラはそんなにあれなんだけど、他のフェスとかだったらそのなんていうのかな、その各こうブースっていうか、ステージがそれぞれこうテーマ性があったりとかするから、まあ、見てても楽しいっていうのはやっぱり大きいかなっていうふうに思いますね。うん、なんかあれだよね、ちょっと待って、ウルトラ台湾のウェブサイト見よう。海外のフェスってさ、なんかブースとか何ステージが分かれてたりとかするとなると、雰囲気とか音楽のジャンルとかで分かれてるの？まあ、ウルトラの場合は、基本的にまあメインの、ステージと、テクノが中心になったレジスタンスっていうステージと、あとは、パークっていう地元の DJ の人とかが中心になってるステージと、あとウルトラUMF ラジオっていう、また別のそのステージからですけど、そこも、地元の DJ の人がまあ中心になってやってるステージの大体、ウルトラ台湾の時はその4つのステージ構成っていう感じですね。へえ、結局何人ぐらい来たんだろう。人多かった？なんかコロナとかがあって結構やれなかった時期が終わったから。いや、台湾はね、台湾はコロナ時期にも確かやってるんですよね、うん、唯一やった国だ、うん、ただここは金曜日土曜日の開催だったっていうのもあってか、そこまですごい多いっていう感じではなかった気がする。だってウルトラで唯一1年間に2開催やったからね、台湾は。いや、そうよね。そう、すごいな。あるに1回とこの年末に12月に1回っていう形でやったから、うん、多分前代未聞だったよね。楽しかった？面白、楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。もう推しの DJ も見れたし、うん、まあ海外のフェスってやっぱり乗り方とかが違うから、それがすごい楽しいよね。うん、乗りか、うん、とか、あの現地の DJ の人とかを知れるとより楽しくなる、うん、こんなめちゃくちゃなんかかっこいい人いるんだとか知れるから、それはすごい楽しい。
なるほどな。まあ、確かに推しの DJ が出てるから行くみたいな動機が一番多い気はするな。海外のフェスとか、あ、てかフェス自体が。そうだね、一番多分そこじゃないかなと思う。なかなか日本に来てくれない人とかを海外のフェスに見に行くみたいな感じ。うん、それある。へえ。いいな。結構日本でやるセットと違ったりするから、うん、それもまた楽しいかな普通に。うん、台湾のウルトラは一回行ってみたいんよな。いやー、めっちゃいいよ。楽しかったし、移動がそんなにないから、うん、ステージ感が意外と近くて、うん、うん、楽しく過ごせたね。なんか超個人的な考えやけど、あ、台湾の、うん、あの薄いビール、台湾ビールがフェスにめっちゃ合いそうやなって思っていてあ、ただね、ドリンクがねめちゃくちゃ高い。ああ、そうなんだ。うん、水円建てでしたら水1本が400円か。ディズニーランドじゃん。まあ、そんなもんじゃない。いや、日本もうちょっと安い気がする。もうちょっと安いか。うん、うん、なんか水 GMO が配ってるイメージしかねえわ。でもアルコール類は逆に1000円いかないぐらいだから、多分そこら辺は同じぐらいかなって思った。水だけやたら高いなっていうイメージだったね。ああ、日本は水が高いと売れないかもね。うん、日本のウルトラ行ったけど、ね、水は多分確か200円かそれぐらいだった。2、300円ぐらいだった気がするから、安いなって感じだったね。行ってみたい。そうか、台湾いいな。そうか、水ね、生殺与奪を握られてるんだな。うん、トゥモローランドは逆転してた、うん、あのトゥモローランド行った時は、うん、水高くて、向こうのビールが水より安いっていう状態だった。ドイツ、うん、ほぼほぼ同じかちょっと安かったぐらいだった気がする。でも海外って割とコンビニとかでもそうじゃない。うん、水高いよね基本的に、うん、水とビールそんなに値段変わんない。確かにコンビニって考えたらそうだね。うん、モローランドはベルギーのフェス、うん、そう、ベルギーのフェス。あ、そうそうそう、うん、モローランドは行ってみたいね。いや、いいよ、面白い。世界観がすごいある。マジでディズニーランドみたい。うん、お。ただね、めちゃくちゃ歩くよ。あ、広いんだ。まあ、広いや。めっちゃくちゃ広い。広いなんてもんじゃないよね。うん。うん。めちゃくちゃ歩く。マジで歩く。ほぼほぼディズニーランドよね。うん、ほぼほぼディズニーランド、動線のあるディズニーランド。いや、 ETC とかですら歩くなって思ってたからな。そんなもんの日じゃねえもんな、日本。ああ、うん、全然ね、あれの倍以上ある気がするね。うん、やっぱさ、タイマイはたいてさ、お金払ったら楽できるコースとかあるのかな。いやー、ないんじゃないかな。もう、あの、金持ちも等しく歩くのか、トゥモローランドは。多分、DJ 陣だけじゃない、うん、アート使えるのって。そうね。うん、そうか。でも、船で DJ 陣、ね。そうそうそう、ステージによっては船で移動だから。うん。へぇ。YouTube で見た。うん。
慎吾さんがね。ね、うん、船乗ってたね。船乗ってたね。この前あったな。聞けばよかった。船どうでしたって。うん、ただ正直あの船の移動って必要なのかなって思うぐらい、そんなに移動しないからね、あれ。パフォーマンスみたいなとこあるからな。ああ。まあ、DJ が船乗って移動してるの見るの楽しそうだよね。慎吾の兄貴ってとこがいいよね。いやでもすごいよなって思うね。うん、トゥモローランドもやっぱりいろいろと現地の DJ の人とかさ、ヨーロッパでやってる人とかが見れるから面白いよね。うん、多分フェスは多分推しの DJ 見る以外はその世界観楽しんだりとか、そういった知らない、普段だったら絶対知り得ない DJ を見る方が多いかな。あとまあ音の感じが結構違うから、そのうんね、室内の箱とレイブだと。そうだね、そうだね、うん、確かにその見せ方も違うからね。野外とかだと EDM 楽しいしね。うん、絶対あれさ、普通のクラブでさ、うん、あのフェスみたいな設定でやったらさ、マジでしらけるよね。しらけるね。てかそれかあの酸欠になるかどっちかやろうね。うん。ええー、そうなん。うん、一回その DJ 始めた時ぐらいに、まあ、フェスばっかり行ってるからさ、うん、そのフェスな感じ、フェスの感じでセットとかを作ってこうやった時に、でそれをまあさ、あの人前に見せる前にさ、あの録音してさ聞いたりしてたの、うんうん、だからしらけんなこれって思ったもんね。やっぱりあの雰囲気があって盛り上がれるんだなって思うもんね。うん、そうやな、めっちゃわかるなそれは。特別感の極みだもんな。うん、うん、でも海外のフェスは本当にあのなんか仲良くなれたりするね、現地の人と。うん、すぐ仲良くなれたりする。割と日本もそうやけどね、フェスで仲良くなった人みたいな人とちょっとまた連絡取って違うフェスで会うとかあったな。あった、夏。うん、年に1回会う人みたいな、うんうん、友達とかできる。うん、わかる。そうなの、仲良くな結構ね、仲良くなれたりしてる。なんか喫煙所とかで2度目に行った時に、去年もお前ここでタバコ吸ってたなみたいな人と会って目合っちゃって友達になったりとかしてた。わかるわかる。うん、なんかあの酒こぼされて仲良くなるみたいなあったな。あ、わかる。ごめんみたいなから仲良くなるみたいな。ああ、お酒関わってくるよね結構。あ、もう非常に深く関係していますね。なんかウルトラ行った時にショットとか頼んでたらさ、その、うん、日本みたいにまあ、1個ずつ頼めるけど、うん、フェスとかってこう10個セットみたいなのであったりするから、うん、でなんか余ったらなんか近くに一緒飲みませんみたいな感じで、うん、奪ってそっから仲良くなるみたいなのとか、うん、いい、めっちゃある。いい、ね、海外の方がなんか俺はそういうの作りやすいなって思う、自分的に。ね、自分もそのモードになっとうけんやない。多分ね。そうだね。うん。あんな人見知りなのんでって思う。うん、なんか何かが外れるっちゃろうね。多分ね。海外だからちょっと行けるかなって思っちゃうのかな。いこいつら一生合わんけんって思っとると逆に強いとかあるよ。
あー、はい、それあるかも。あと意外と英語やったら喋りやすかったりするんよね、まだ。あー、なんかそのもう遠く離れると人見知りモードが消えるっていうのを、なんかりょうさんも前その話してたよね、人見知りトークで。うん。今覚えているふりをしました。覚えてるふりをしました。強かった。ちょっとデジリオなのか雑談なのかわかんないけど、忘れちゃったんだけど。うん。なんかやっぱ、そう、その時のモードになって、今だったらいけるみたいな。うん。感じで、私が人見知りだと思ってる人たちは行動するらしいって今思った。うん、確かに。やっぱその時はようみたいな感じで行くの。いや、ね、音楽のノリに合わせて、うん、ウェーイって感じで、うん、行ってちょっと間合いはくるよね、うん。この人行ける人かどうかを。ウェーイって乗ってきたら、あ、行ける行ける人って思う。そこはちゃんと周りも。そうそうそう。意外と冷静にそこを、あ、ウェーイっつって乗らなかったらこの人ダメな人だって思う。で、スーって離れていって。うん。そうだね、スーって離れていくわ。でも海外はそれ結構それで乗れる人の方が多い気がする。うん、わあ楽しそう。うん、いやフェスは楽しいよ、普通にお祭りみたいな感じだし、うん、そうだね、いいな。どう、行ってみたくなった？クラ君は、ね、なんかそういう現地の交流とか含めて興味はありますね。うん、いや結構ね予定変わったりする。俺あの友達と行って2日目ここに観光行こうみたいな思ってても、初日で仲良くなったらなんかあその人たちと行動してみたいな、なったりするから、なんか結構フェス行くときフェス以外の目的あんま持ってなくて、うん、なんか持ってたら逆に次の日なんか昼遊ぼうよみたいになった時に、いやあそこ行くしなとかってなると嫌だから、うん、結構予定立ててなくて行くと現地で仲良くなったりとかするね、うん、確かに。あんまり経験ない。うん、気がする。いいな、うん、でも一人の時間欲しかったりするからね。でもめちゃくちゃわがままだよ。めちゃくちゃわがままだよ。日本のフェスとかも行ってる？最近はそんなに行ってないかな。ウルトラがほんと久しぶりぐらい。ああ、行っとったね、9月かなんかに、うん。そうだね、なんか、あんまり日本のフェスはそんなに好きじゃないかなって気がする、自分の中で。なんか。なんだろうな。アメリカかぶれしたおやつみたいなこと言ってる。いや、そうなんだ。そう言うとさ、あれになるやん、聞こえるやん。うん。けどなんだろうな、結構海外のフェスの時、フェスとかってなんだろう、自分が見たい DJ の時だけ前に行く人とかが結構多くて、うん、日本って結構最初からずっと前にいるとかっていう人が多かったりするから、うん、なんか循環しないのか。で結構なんだろうな、乗ってくれてればいいんだけど乗ってない人が結構
この前の行った時も多いなって思って、まあ多分自分がいたエリアのがそういう人たちが多かったのかなって思うけど、だからそうするとなんかあまりこうこっちも乗れなくなっちゃうから、うんうん、なんかもうちょっとワイワイしたいなってなっちゃうから、うん、なんか海外の方がそういった意味ではワイワイできるなって思って、うーん、あとまああと単純にその日本のフェスだったら結構知ってる DJ の人がいっぱい出てるから、うんうん、あ、そこの発見はあんまりないなっていう感じかな。なるほどな。うん。海外結構推し以外メインにあんまいない気がする。そんなに。推しの DJ 見たら、あとはなんか、ちっちゃいブース行ってたりとか、めちゃくちゃしてるかな。フェス行くときあんまりメインにいないわ、俺も。うん。なんかレジデント系によくいる。ああ。うん。多いよね。なんかステージバラバラになるよね。なんか一緒に行く子とかとも、あの、会場の中でバラバラになってることが多い。ああ、わかるわかる。バラバラになる。メイン見たい。そうじゃなかったことはない。うん。うん。うん、トゥモローですらそうだったし、ちょっと探してみて30分ぐらい経って飽きて帰るとかあるな、勝手に。でも海外の怖いのは、あの Wi-Fi が切れたら全てが終わるんよね。でもホテルがさ、なんか、うん、ホテル帰れば Wi-Fi あるからさ、最悪深夜に連絡取れれば OK みたいなとこない？まあね、まあただそのトゥモローランド行った時はなんか Wi-Fi が設定がうまくできてなくて、会場に着いたらもう全然入らないみたいな状態になってて、うん、でトゥモローは一箇所その何時間だけアクセスできる Wi-Fi っていうのがそのエリアだったら使えますよっていうところがあるので、 Wi-Fi スポットが、うんうんうん、でもうほんとそこに行って一緒にいた子とかに連絡をして、あのこの時間までここにいると思います、もし私がいなかったら先に帰ってくださいみたいな遺言みたいな感じで遺言そう、それで入ったね。面白かったそれは。人狼や、探さない、うん、探さないでくださいみたいな感じだよね。私それちょっと嘘とか書いちゃうかも。あそこにいるはずではみたいな感じにの展開とか作っちゃうかも。でもそれ、それは最後その時にその終わったら、うん、そのバスのところが、バス乗り場みたいなところがあるんだけど、うん、そこに集合しましょうみたいな、うん、送ってたけど、結局俺そっから Wi-Fi 繋がんないから、うん、でその日最後雨降ってて、で、うん、なんか友達はもうカッパンみたいなレインコートみたいなのを無料で配ってたんだけど、それ受け取れなくてそのままもうバス乗って帰ってて、うん、で、うん、俺はずっとバスで待ってたのね。あでもその前で帰ってるのを知らなくて、うん、当然連絡もつかないから、で最後のバスまで待って、でもこれ乗らないと帰れないよっていう風にその係員の人が言われて、じゃあ帰りますみたいな感じで帰ったら寝てた。あホテルで。あそれもでも本当に今なったら面白い思い出やなって思って。そうだね。うん。なんかあれなんだろうな。やっぱ一回そうやって決めると、ちゃんと、高市さんは守るから、ゆえ、一人の時間が欲しいなと思うのだろうな。なんか、こっちが守らねえみたいなことを言うな。いやいやいや。そんなそんな、めっそうもない。どうなんだろうね、なんかやっぱ好きな音楽聴きたいなとか、新しい音楽聴きたいなってなっちゃうから、
なんか別々行動するのかなって思うし、まあ友達に恵まれてるとは思う。そのそれを許してくれる子たちだから、うんうん、それは多分すごく恵まれてると思う。だって人によってはさ、なんか別々行動するの嫌がる人だっているし、きっといるだろう。許さざるを得ないキャラクターになっとくと便利だよ。ん？許さざるを得ない感じのキャラクターになってるとすごい便利だよ。こんなのあんの？え、うん。なんか俺は今そうなってるなと思ってる。なんかせっかくみんなで見ようと思ったのにみたいななると、あんま嫌だなって思ってしまう。うん。そういうの本当に嫌いって言い続けたらそこのそうなれたよ。本当にみんなで見たかったら知らないうちに集まるって。そうそうそう。まあね。うん、あれお前もここにいたのかみたいな感じで。そうそうそう。なる。結構今まあフェスとか一緒に行くことだったりとかはやっぱりそういうの許せれる人たちだし。うん、だから逆に言うと一緒にいてすごい楽しい、ね、うんうん、そのなんだろう、一緒に見てても楽しめるし、うんうん、じゃあこれ終わったら俺こっち行くわって言ってもなんかそんななんか止めるようなこともないから、うん、なんか疲れずに一緒にいてるか、そうそうそう、疲れずに一緒にいれるからすごく今はすごい恵まれてるなと思うね。その理論でいくと、俺一番フェスに行くべき人、親になってしまうな。親。いやめっちゃ見たいわ。親同伴。見たいわ。よくん。親とフェス。よくんがフェス親と言ったら。普通に楽しんでそうやけどな、うちの親。確かに。いや。ね、だから逆になんだろうな、その。台湾のフェスとかも行って、来てたんだみたいなのとかあったりするし。あるね、それね、うん。うん。会場で声かけられるみたいなやつもあるな、確かに。そうそうそう、そういうのとか面白いよね。うん。お互いがなんか誘ったりしないから、逆にこう、そういったことが起こるからさ、楽しいよなって思う。うん。いいね。でもこれは EDM のフェスだけじゃなくて他のフェスとかも、うん、バンドフェスは多分国内めっちゃ行ってた。フジロック的なやつ、フジロックは一回行ってもう二度と行かないと思った。本当もう何があったんだ。いやあれしんどいよあそこは。結構ね、過酷なんよね。過酷よ本当に、うん、あれは無理って思った。なんか体力よりも精神力いる感じやもんね。そうそうそう、本当にそれ。本当なんかそれこそヨークみたいなキャンプする人たちだったら、キャンプ慣れしてる人とかだったら逆にいけるのかなと思うけど、慣れてないと結構しんどいよねあれね。うん、と思う。慣れてない人、その、うん、キャンプのギアとかも大してお金かけてない気がするから余計しんどい気がする。まあなるほどな。移動距離もあるしさ、うん、補正されてる道じゃないしさ、補正されてる道じゃないから、うん、余計に結構しんどかった記憶があるね。多分ね、行った時レッチリが出てた時かな。ああ、うん、へえ。そう。じゃあレッチリの見たさにキャンプ慣れしてない人とかも詰まって、うん、雨に打たれ、そうそうそう、風に吹かれ、うん、ボロボロになって帰ってくる。うん、そう、ほんとボロボロになって帰ってくる。ほんとちょっとコロナ前ぐらいかな、マーティン・ギャリックスがフジロック来た時に、うん、多分フジロックに行ったことない人たちが結構めっちゃ行ってて、うん、みんなしんどそうだったもん。
なんかあの楽しかったけど本当に過酷だったみたいな話をよく聞いた。なんか、めっちゃみんなもう、やばいびしょびしょだわみたいな感じで、なんかあの自然を舐めていましたみたいなツイートみたいな友達ずっと早くシャワー浴びたいしか言ってなかったもん。しんど、でもそうだね、ロックフェスとかも結局新しいアーティスト見つけれるっていう楽しさはある、うん、フェスって多分その楽しさが大きいかな。うん、あるかもね。知らない新しいアーティスト、探せるっていうのはあるし、日本のフェスとかでも日本人のブースとか行ったらやっぱり普段のクラブ営業の時のフェス、あの DJ と違って、まあぶっちゃけ気合入るじゃん、うん、だから、うん、自分の本当に何だろう、渾身のセットで来るって思ってるから、うん、これ聞かしたいみたいなのとかあるから、なんかそういったものも見るのもやっぱり楽しいなって思う。確かにね。あ、なるほど、うん、なんかそれめっちゃわかる。なんかウルトラとか多分推し以外ほんとメインじゃなくていいなって思うもんね。あのメインさ、後で YouTube 上がるし。あ、うん、わかる。わかる。それだったらね、違うとこを見たいなって思うから。うん。ああ、なるほど。ただ、あれだね。うん。普通にハードウェルが好きだから、ハードウェル見たいなって思ったけど、ちょうど、ひろこ山村と被ってて、うん。ひろこ山村の終わりがハードウェルの始まりだった感じだったのね。もうガンダやん、ガンダ。でもわーやべえって思って、でもちょっとひろこさん見てえなって思って、さ、まあどうせ YouTube 上がるかなって思ったら、ハードウェル途中からしか YouTube 上がってなかったから、あ、めっちゃ、あ、しまったって思ったね。